伊都見忠和、伊都見忠和、明治40年4月8日は、元宇和島藩藩士で、明治時代の官僚、実業家。安田財閥に向入りした、安田善三郎の実ッ天保9年4月18日、宇和島藩士、米田博信の,の次男として、伊予国に生まれる。1841年家督創族相続。1863年、第一次長州政党に、 藩士として従軍。あと、海外貿易について学ぶため、イギリスやドイツの商船に乗りヨーロッパ、中国各地を数年周遊。帰国後、生を維新に改める。維新後は、大倉省に出資し、1882年に辞職。また、明治2年に愛知県県展示に任命されている。あと、実業界へ移り、天宮慶次郎と特に信仰を持つ。晩年。 第三国立銀行協議役、暴走鉄道会社、根室銀行取締役などを務めた。1907年4月8日、浅草の自邸で死亡。前列右端に、長男の安田前三郎、前列左から二人目に、次男の維新真次男の維新真は、水戸鉄道株式会社社長、東京火災会場運送保険会社、根室銀行などの取締役を務めた。 また、安田財閥を築いた安田善二郎の次女テルの夫となった安田善三郎は長男であり、その孫に小野陽子がいる。その子、ショーン・レノンは維新の夜叉後にあたる。ありがとうございます。